こちらがですね、6試合ぶり久々の復帰戦ということになります。5戦、ロスター外でしたがブラント戻ってきました。そして谷口博樹、テレンス・ウッドペリー、児玉貴之、上良純喜と、こういう今日のスタートの5人になります。そしてビバリー、まずこれ香川、さあこれは児玉、そのままレイアップ、最初の得点は児玉です。リングに当たってという形、今度はウッドベリー、香川です。さあまさに大黒柱のウッドベリーからブラント、ここはコンビネーションを見せた。さあウッドベリー、児玉スピード上げた、児玉またレイアップ、決め切った児玉です。ウッドベリーのスリーポイント、いやウッドベリーにはこのスリーももちろんあるというところで決めていきました。ウッドベリーです。お互い似たような展開になっています。立ち上がりの第1クォーター、ブラント、ブラントターンしながら、いやここは軽やかに勝負いって決めたブラントです。ブースターがこう湧くような、そしてやられたなというそんなまさに展開になっていますが、3がこれが来ました。これ奪ったウッドベリーです。そしてウッドベリー、巧みにかわしてバーグの3が来た。バーグの3で香川がリードを広げます。今バーグ3を決めていきました。これは香川勢いが出てきます。飯田から伊集、さあここオープンで3を狙う飯田、さすがにオープンであればきっちり決めてきます飯田です。ジョーダンが迫力を持って立ちはだかりました。ただバーグに出た、バーグギリギリのところでバーグが決めました。さあ福岡もしっかりと点差を詰めていきます。香川小玉からバーグ、そして飯田のスリー、飯田がまたスリーを決めた。ちょっとレモンが今日はまだタッチが来ていないかなという形にはなっていますが、シュートが落ちました。バーグ、バーグの3、おお来た、バーグの3です。香川に出た、ここはウッドベリー、あこれはもう中、ここはリン、いいディフェンスになった。香川に出る、早い谷口、いや今谷口滑ったんですがしっかりと拾い直してウッドベリーが決め切ります。今11点差、香川リード、児玉、児玉これ大きい、これも決めていった。児玉、これはうまいパスだ、ウエラ、ウエラは今日このサイドの3が決まります。ウッドベリー決め切る力があります。ウッドベリーです。さあ児玉、ふっとスティール狙ったか、大塚、ただまた児玉拾い直して児玉のミドル、上田、そしてウッドベリー、筑波の3が来ました。筑波決めました、3です。筑波がそのまま開いて、そしてバーグ、福岡も選手たち戻ってきている、ブラントの3、この1本は香川、ウッドベリーのスリーポイントシュート、ただリバウンドは拾った児玉、児玉のスリーポイントシュート、ここで児玉が決めました。重富シュートからジョーダン、丹野だ、丹野のスリーポイントシュート、もう丹野完全にモードに入ってきたか。ウッドベリー、あるいはブラント、少し決まらなくなっている、タンノは逆に乗ってきた。さあ谷口のスリーも落ちるが、ウッドベリーがリバウンドを抑えた。そして中、谷口、これはさすがに決めていきます、谷口です。ジョーダン、ジョーダン、児玉、ブラントのスクリーン、ウッドベリー、ここは勝負にいって、ウッドベリー、やはりこういうところには頼りになります、ウッドベリーです。本当にこの試合どうなるのか全く読めません。中、ブラントだ、ブラントもしっかり決める、